Now listening to Friday Speakers. 札幌レインボープライド実行委員長の柳谷由美さん、スタジオにお越しいただきました。お久しぶりでありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この札幌レインボープライド、はい、まずやっぱり目的、はい、ということを目標も含めて、はい、詳しくお願いいたします。はい、はい、札幌レインボープライドは、はい、結構昔からやってはいるんですけれども、その目的というのは、あの LGBTQ に関して知らせる、あとはつなげていく、それから社会を変えていくという3つのテーマで活動を行っております。でやっぱりプライドマーチっていうのが最初だったぐらいで、はい、そのいわゆるパレードを基本にしながら、はいはい、伝えていくっていうことが大きな特徴ですよね。はい、そうですね、毎年秋にですね、LGBTQ とそれから支援者で街をこう練り歩くというパレードを毎年やっているんですが、はい、それを一つ主軸に置いていて、でもちろんそれだけではなくって、年間通して講演会をさせていただいたりだとか、 LGBTQ に関する啓発活動をさせていただいたりだとか、はい、そういった活動は行っているんですけれども、札幌レインボープライドという名前になってからは2018年からなので、まだ5年とか6年くらいなんですけれども、はい、実はもっと札幌では昔からこういったパレードが行われて、ね、はい、おりました。まあ、昔はね、この LGBTQ っていうか、はい、まあ、今 LGBTQ プラスとかね、はい、いろんな言い方ありますけど、はい、まあ、いろんな言い方あるけども、いろんなものを含み込んだものとして皆さん使ってますよね、はい、今ね。そうですね、はい、うん、そう思います。はい、まあ、だから、まあ、知らせるとか、あるいはつなげるとか、はい、それから、まあ、それによって社会が変わっていくようにしていくっていうことが、やっぱり一番大きな、はい、目標だと思うんですけど、はい、まあ、当事者だけじゃなくて、やっぱり、はい、支援者の方々とうまくつながっていくっていうところも結構、はい、大きな要素があると思うんですけど、はい、その辺のことはどのようにお考えですか？そうですね、1996年からこういった活動始まっていて、うん、当初はレズビーゲイプライドマーチという名前だったんですけれども、で、ね、で私もですね、実は2010年 の, パレードから実はこういったボランティアとか実行委員ということをやらせていただいているので、もう13年ぐらい前の話にはなるんですけれども、一旦ですね、2013年でこの札幌のパレードが終了してから、また2017年18年に復活という形なんですけれども、まあ、その主にですね、当事者の存在を知らせ、それから当事者同士、それから当事者と支援者、あるいはその企業をつなげるとかですね、そういった目的が割とその過去のパレードの要素としてはすごく大きなものだったんじゃないかなというふうには思うんですが、もちろん今私たちがやっている活動もそこの2つも主軸に大事にしながら、加えてですね、その社会を変えていくっていう、その外側にこう広がっていくっていうところを、はい、今はすごく大事にしながら活動はしています。はい、ありがとうございます。まあ、今レズビゲイプライドマーチイン札幌っていうのが、はい、1996年6月に開かれて、はい、まあ、行われて、まあ、東京に続いて国内では2番目に札幌で、まあ、開催したんですけど、はい、その時にやっぱり言われたのは、このレズとゲイの間に美が入って、うん、バイセクシャルという存在をやっぱり結構アピールしてたっていうのが非常に印象的でしたね。はい、つまりもっといろんな多様な、はい、性の在り方があるということが、うん、そこで結構打ち出されて、はい、結構当時、はい、まあ、フェミニズムの運動やなんかともいろんな形でこう、うん、議論があって、うん、やっぱりその辺のことを含めると、やっぱりこうレズビーゲイプライドマーチっていう名前に込めた思いっていうのは結構あったと思うんですね。で、私まあ、企画の段階から事務局の方とかいろいろこう、はい、関わらせていただいて、はい、まあ、ホームページで私のホームページを紹介したり、集会に参加したり、はい、パレードのビデオを撮影して、はい、アナログビデオしかなかったんですけどそれをデジタルに変換してインターネットで初めて動画を公開したんですので、はい、まあ、そんな形でいろいろ関わらせていただいたので、うん、まあ、その後、毎年やりながら、はい、まあ、やっぱり新しい形で、展開して、やっぱり大きかったのは2006年に、はい、第7回かな、はい、レインボーマーチの時に札幌市長上田さんが、はい、多分日本の行政機関の長として初めて、そうですね、はい、イベントに参加されて、うん、集会で歓迎の挨拶をしたっていうのが、はい、かなり大きな趣味だと思ってます。だから、まあ、そういう歴史を引き継ぎながら、うん、まあ、新しい
もっと広がりを持つ、はい、活動をしているというところが非常になんか、嬉しいなというか、はい、あのまあ、そういうことで今日もいろんなお話を聞かせていただきたいというふうに思ってます、はい、今年の、まあ、ちょっと戻りますが今年のテーマというか、はい、その熱で少しまたお聞きしたいと思うんですけど、はい、あの甘やあがいの札幌美しいというふうに言葉に込めた思い、はいはい、そうですね、はい、今までですねあの私たち実はそのパレードの毎年開催する上で そのテーマっていうのをこうあまりカチッと設けてなかったんですね。でその内々のなんていうんですかねこう目標だったりとか目的だったり、はい、その理念みたいなものはあったりするんですけどなかなかその外に打ち出すものっていうのをこう具体的にあの考えてこなかったっていうのがあったんですけれども、まあ、今回その雨上がりの札幌は美しいっていうテーマで、はい、これはですねあの今年から、私たち団体がその実行委員とユースという形でちょっと2つに分かれたあの活動をこう進めているんですけれども、はい、この言葉が出てきたのがユースから あの言葉ではあったんですけれども、まあ、その、まあ、単純にですね、あの9月のパレードが結構雨が降るっていうようなあの結構台風が来たりとか、まあ、雨が降りやすくて、まあね、なかなかちょっと晴天が難しいっていう、まあ、その天気的なあの意味合いもあるんですけれども、まあ、でもですね まだまだこうあの LGBTQ の人たちがこう生きづらいあの状況があったりとかいろんなその差別を受けてきたりだとかそういったあのものっていうのをこう雨というものに表現して、まあ、でもその雨があの降った後にはこう虹が出て、まあこう少しでも自分たちらしく生きることができる社会になったらいいなっていうような願いを込めてこういったあのテーマを今年はつけさせていただきました、はい、ありがとうございます。それで、まあ、会場になるのがあの、はい、まあ、レインボーストリートっていう名前ですけど、はい、南市西二のところですね、はい、あそこの、まあ、いわゆる車道のところをうまく使って、ね、はい、やるんでしょうけど、まあ、そこにいろんなステージとか、はい、ブースとかが置かれるんですよね。そうですね、あの去年もそれから2019年も同じ会場でやらせていただいているんですけれども、あの札幌市の南一条西二丁目から三丁目のところの車道を歩行者天国にしてイベントを開催できればというふうに思っておりまして、当日はですね、今のところ30-40近いあの企業団体さんの、はい、ブース出展を予定していたりとか、あとはそのキッチンカーをこう呼んでみたりだとか、あとはですねあの先ほどノーマップさんの広瀬さんもお話しされてましたけれども、はい、いろんなステージをちょっとこう、そうですね、はい、できたらなというふうに思っております。そして本ちゃんのパレードは17日の午後、はい、そうですね17日の午後を予定しております。はい、ありがとうございます。ではここで一曲、柳谷さんからのリクエストですね、はい、オフィシャルヒゲダンディズムヘイロー、はい、お聴きください。 You're tuned in to Friday Speaker。札幌レインボープライド実行委員長の柳谷由美さんスタジオにお迎えしています。レインボープライド今お話したように9月の開催ですけど、はい、既にもうたくさ なんか関連イベントが行われてますので、はい、でホームページ拝見したんですけどちょっと分かりにくいつながる広がるっていうコーナーに、はいはい、市長さんのメッセージとか、はい、あの市町村長さんのなんかこうそういう実際の取り組み、はい、みたいなことについての調査の結果が載ってたんで、はい、なんかすごいなと思って、これ初めてですよね。そうですね、あの今までも今までもというか2021年からだったかな、35の、市の市はね、はい、市からメッセージをもらうっていうのはあのメッセージとあとアンケートの実施は行っていたんですけれども、その町と村も含めて179市町村全部にそのアンケートをするっていうのは初めてですね。そうですね、はい、あのまあ、今東大確か 8の市がパートナーシップ制度を導入してて、はいはい、なんかあれを見ると6つの市が新たに導入予定があるっていうことで、はい、なんか少し前向きな動きがあるなと思いながら見ていました、はいはい、まあ、こういうあのやっぱり直接あの調査するととっても大事で、はい、それがなんか動きにもつながっていくので、うんうん、いいなと思いました、はい、そして、9日の日にあの地下穂で、はい、イベントがありましたね。はい、そうですね、あの7月9日もうすでに終わってしまったんですけれども、はい、地下穂でプライドというイベントを、はい、開催させていただきました。で、あの地下穂航空館というあの札幌の大通り
札幌駅からすすきのの、空間の広いところの北三条広場っていうところがあるんですけれども、はい、そこで大体20ぐらいの、企業団体さんにブース出展していただいたりだとか、あとはステージでライブとかやってる、そうですね、ライブをしたりとか、はい、そういった形でその LGBTQ に関する啓発のイベントを行いました。はい、ありがとうございます。はい、なんか東区でこうお茶会みたいなことそうですね、はい、それも7月の16日だったかなと思うんですが、はい、お茶目でプライドという名前で、はい、やらせていただいておりまして、札幌市の東区にお茶目というおばんざい屋さんが、はいはい、あるんですけれども、まあ、そこで、まあ、すごい平たく言うと飲み会ですね。そうですね、はい、そうです、はい、で当事者の方だったりとか支援者の方だったりとか、いろんな方に来ていただいて、はい、皆さんでこう交流しようというようなイベントを行いました。はい、ありがとうございます。そして明日からかな、はい、第一ポッドイベントとありますね。はいはい、そうですね、7月22日と23日で、ラッシュの、札幌パルコ店さんで、行うイベントなんですけれども、私たちそのラッシュという企業さんから助成金をいただいて活動を1年間させていただいているんですけれども、まあ、その一つの一環という感じのイベントなんですけれども、私たちがこうラッシュの、店頭に立ってですね、LGBTQ のことをこう発信したりとか、あとはそのチャリティーポットという、はい、商品があるんですけれども、はい、その、販売されたその売上金がパレードの方の寄付になるというような取り組みなんですが、ね、はい、そういったことを2日間やらせていただきます。はい、ありがとうございます。で、見ていったらそのシンデレラたちの舞踏会という、はい、トランスジェンダーの方々かな、はいはい、対象にしたのが面白いなと思ったんです。そうですね、それは9月の、はい、終わったんですね。そうですね、パレード終わった後かなとは思うんですけれども、うん、ちょっとこれ主催でありながら私もちゃんとまだ把握はできていないんですけれども、はい、なんていうんですか、こうメイクをしたりとか、ね、ちょっとこうおしゃれをしてこうみんなで交流しようと、はい、いうようなイベントかなというふうに思います。はい、その他注目すべきものはありますか。そうですね、9月の8日なんですけれども、はい、LGBT アライプロジェクトというイベントがございまして、アウトジャパンという東京の企業さんなんですけれども、LGBTQ のそのアライ企業さんを、こうたくさん参加していただいて、オンラインなんですけれども、はい、各企業さんの取り組みをそのオンライン上で共有したりとか、あるいはその当事者、私たちと活動との当事者とですね、その企業さんをこうつなぎながら、みんなでこういろんな交流をしたりとか、取り組みをこう共有していこうっていうようなイベントなんですけれども、その中にですね、北海道の LGBTQ のアライ企業さんも参加していただいたりだとか、そういった取り組みになります。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりその今言った支援という、まあ今アライって言いましたけど、はい、という支援者たちの関係、はい、とっても大事にしてるなというふうに思いますけど、はい、やっぱりその辺は結構意識してるどこですか。そうですね、やっぱりその当事者だけではなかなかこう解決できない問題があったりとか、なかなかそのこう活動が広がりづらいっていうような課題もありますので、はい、本当に多くの企業さんだとか、支援者の方だったりとか、そういった方々にももちろん参加をしていただきながら、これはその LGBTQ の人たちの限られた問題ではなくて、はいはい、みんなで考えていかなきゃいけない問題なんだということを一緒に広げていきたいなと思っています。そうですね、まあ、いわゆるいろんな意味で生きづらい世の中っていうことがあるので、はい、それを、まあ、変えていこうということですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、で、札幌 LGBTQ 映画祭2023というのも、はい、これも主催は、なるべさアライということですから、はい、まあ、そういう支援の方々の主催ですよね。そうですね、はい、うん、映画祭なんで、はい、実は明日私が、はい、午前10時から生放送で、映画関係の番組、はい、シネマキックスというのがあるので、はい、その冒頭で内容について、はい、ご紹介します。ありがとうございます。7月の29日土曜日、はい、殺撃でやるということで、うん、だけ、今お伝えして明日詳しく、説明、いたしたいと思います。はい、そしてですね、実は私たち、まあ、VR アートを楽しむ会ということなので、うん、まあ、いわゆるメタバース空間の中で その活動、はい、ある面では自由なアバターとして、ね、活動できるってことについてどのように考えられるのかなと思って今お話を聞こうと思ったら、はい、なかなかまだあまりそういうことは柳家さんはいらっしゃらないってことです、ね、そうなんです、まあ、お話としてはなんとなくその別な空間で今までのそういうなんかこういう壁みたいなものを取っ払える一つの可能性みたいなものが、まあ、あるんでしょうけども、うんうん、まあ、一方ではそこの中で逆にその偏見が広がるみたいなこともあったりして、まあ、両面があると思いますけど、
まあ、ただおそらくそのメタバース空間での活動っていうのが空間活発になってくると思うので、うん、その中でのやっぱり活動っていうこともかなりこれから大事になってくるのかなというふうに思ったりしてます、うんうん、はい。あと1996年の時に、はい、関わった時もフェミニズムの方々がやっぱり、うん、性の二分法っていうか性別の二分法っていうのが差別の根底にあるんだと、うん、だからそこが一番大事なところで、その性が多様なものだで、レインボーって言っても7色じゃなくてグラデーションなんだよっていう、うん、だから、ね、もっと言うとグラデーションじゃなくてもっと多元的なものだっていうことを言ってたんで、まあそういうものも、いろんな形でね伝えていって、多様な社会、多様なものを、生み出せる社会になっていくといいなというふうに思います、はいはい、また、いろんなお話聞かせてください、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お越しください、はいはい。まあ私も非常に思い出が強いので、はい、いろんなイベントがあるときにね、また、来ていただきたいというふうに思います、はいはい、ではここで一曲、柳谷さんリクエストですね、ミセスグリーンアップルの私は最強、お聴きください。今日はアートフェスティバルひらめき運営代表の田畑智子さん、ノーマップス事務局長の広瀬武さん、札幌レインボープライド実行委員長の柳谷由美さん、ゲスト出演していただきました。ありがとうございます、次回の担当ですね、8月の第3週お盆明け8月の18日金曜日午後3時からの予定です。まあ、テクノロジー、もっとつながり、もっと多様で豊かな社会にするために、番組を続けていきます。テクノロジーで一緒に、テクノロジーも一緒に、これからもよろしくお願いいたします。明日22日午前10時から、生放送でシネマティックス、担当いたします、今日の続きですね、札幌 LGBTQ 映画祭2023について紹介いたします。ということでこちらもよろしくお願いいたします。それでは素敵な週末、過ごしてください。高田俊子でした。